はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきます。4132で、こんな感じかな。相手は、うちのチームはゲッツェが絶好調で、いるんですけど、夜で設定完了。OK。ただいま、ディビジョン5なんですよね。うちのチーム、マイクラブのチーム、第2章。2月28日に、マイクラブの月間チャンピオンを決める大会が開催されるんですけど、まあ、出場資格がディビジョン1、2、3のいずれかに所属してないといけないんで、早急にディビジョンを上げていかないといけません。まあ、コンペの報酬とかはすごいんですけどね、予選敗退でも2万 7000GP ってことで。出るだけでもすごい。ぜひともまずとりあえずディビジョン3まで早急に上げていきます。このチームをマンチェスターユナイテッド対レアルマドリー。さあ、七海さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。セルヒオ・ブスケツですよね。10試合消化しないといけなくなったんで、その辺もちょっとこの仕様になってマジかって思う感じだね。早く上げたい時やのに、近くですぐ上げられなくなってからディビジョン仕様が変わってしまって、よりによって早急に上げていきたいと思います。レミ走らせて、いやあそこか、セルギオブスケツ、そこかよ、ケルビーニョ、個人取れる、ボールはレビエ、裏に味方を走らせる、いやーファンハル、今日は立ち上がりまだシュートはありませんが、いやーポジションで上回っているマンチェスターユナイテッド、間違えた。レミがテイクを剥がしきれてないのでなかなか前を向かすことはありませんね。よしよし、危ねえ。とりあえず目標は2月28日までに、ディビジョン3までに上げることかな、今のところ目標としては。ヘドロ、このボールをカットします。まあ、勝たないといけないからね、ちょっと頑張って。ロイス、元の旗が上がっています。まあこれなんだろう、監督モードだけの戦も出れる大会らしいんで、まあどっちも出れる、な、出れへん時間的に、同時開催なのかな。やばい、さあ打てるか、あぶねえ、キーパー。コーナーキックレアル、とりあえず最初のコーナーキック3まで上げる。てかガライがここに来てるっていうのはちょっともったいない戦い。自分で持っていく、今回あるよ、うい、やばい、危ない、危ねえ危ねえ。20分になろうというところ、チャンス、マンチェスターユナイテッド、前半中が空いたけどこっち、いやー当たるか。さあ、どんな攻めが見られるのでしょうか。キッカーラームっていうのは何、ちょっとどうなの、おーい、マジか、出るなよ出るなよ、残せよ残せよ、ゲッツェゲッツェ、中に入れてくる、いやウィリアム、ロイス、OK、ウィリアム、レミに渡る、いやーレミさん、セルギオ・ブスケツ、ゲッツェ、ジェルビーニ、OK、デウドフェイ、ちょっと間違えた。うわー取って、今のトレバーみたいな感じだけど、叩いた、
買わせんかったの。ファールはなし、オッケー。いいね、スピードあるか。開いた、味方を走らせる。ペドロに渡る。パスできんかったわ。パスできんかった。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。よっしゃい。ラッキー。レアルマドリー相手に先制。やばい。さあマンチェスターユナイテッド、先制ゴールを決めました。1対0。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。いやーマジか。1点ですから安心してはいけませんよね。はい、オフサイドはないのかい。オフサイドだと思いましたけど。ナイスキーパー、安定する。さすがです。サインが出ているのでしょうか。ショートコーナーね。ハンデルウィール、どうする。とボールは危ねえ。危ねえ。マンチェスターユナイテッド1点を先行しています。なんかいらんとこで倒れてる選手。裏のスペースに置きに行く。危ねえわ。ゲッツェ、縦を使います。レミ、中に。いやウィリアン、流れを止めます。オッケー。スルーパス。ペドロ。おお、いい展開ですね。中央。レミー。後ろ反らしてもよかったけど。いやー。ショートパス。さあ前半40分です。ロイス、マジで。ジェルビーニョ、いいパスですね。マティッチ、危ねえ。今日の試合の得点を上げています。結構早めに取りに来るから。うわー、マジか。え、マジ。通るぞ。長いボール裏へ落とす。外外ラム。あー、ちょっとちょっと多いんです。悪い悪いな。下がれ、みんな下がってこい。ロイス、細かいパス回しでつながる。レミ、裏に味方を走らせる。いいや、このボールをカットします。オフサイドかな。オフサイドですね。まあ、これで前半終了するかな。まだいけるか。前半終了。ここで前半が終了しました。45分間戦って1対0。マンチェスターユナイテッド1点先制して折り返したという前半です。この1点を守ることも大切ですけど、チャンスがあったらどんどん攻めるという試合展開になるんじゃないでしょうかね。うん、なるほど。引き続き後半その行方見てまいりましょう。後半選手変えてくるのかな。マンチェスターユナイテッドが前半終わって1対0。ベイル下げてきます。リードで折り返します。まさかの。ではセカンドハーフ見ていきましょう。キーパー、 OK。 このパス素晴らしいね。レミ、通るんかそれ。あぶねえ。うめえ今の。レミ、まあ、とりあえず中に。ゲッツェ、走らせて。オフサイドやけど。裏のスペースに置きに行く。まあ、オフサイドやったな多分。これは繋がりませんでした。ジェルビーニョ、まあ、ガライさんなら勝てるっていう。触ります。バランスはいいんですか。マティッチ、あ、やばい。さあ前線へ。ウィリアム、危ねえ。中間、セルギオ・ブスケッツ、OK、これを読んでいた。よし、ヘド、これ走らせてスルーパス。このパス超えるか。あとはウィリアム、細かいパス回し。やばいけど、オッケー。右にデウロフェル止められた。危ねえ。ウィリアム、よし、レミ立て、オッケー。肩を走らせる。走れ、シュートレンジです。いい、抜けてくる。
マジか、ファールは？ファールは？ない、ない。マジか。行かせて裏を狙う。ジェルビーニョからのスルーパスをカットしました。積極的に。攻めてますよね。ディフェンスしてくれるから。レミ、切り込んでいく。いやー、ちょっと今のミスったな。エミがこうゴール前でボールを持っているときはいろんな選択肢がありますからね。はい。ディフェンダーもいますよね。マジか。ここは読んでいました。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。マンチェスターユナイテッドとしてはシュートまでの形ができないですね。うん、まあ守備にパワーを持って逃げ切ろうと。そこじゃないな。ウィリアンがないの。非常に難しい時間帯ですよね。ウィリアンのパスをする。まずいね。カットです。よいしょ。ここはすぐ奪い返します。この攻防。抜けてくる。いいパスオール。このボールはカットされます。取れる。マンチェスターユナイテッド。いやー、この位置で取られるのまずいな。相手のパスコースを。オフサイドはないね。さあ、サイドのスペースへ。もうチャンスですね。ブルブック。おい、危ねえ。危ねえ。怖い怖い。怖い怖い。守りきれるかな、もうなんかそんな展開になってきましたね。守りきれるかどうかっていう。ジェルビーニスルーパス、これは繋がりません。クリアー、落としてよ。前線へマティッチ、ゲッツェ。いやー、マジでウィリアム、くぅマジか。間違えた。選手交代かな、ここで。まあ、ここで選手交代かな。セットクリス、シュールで、ここをラムジーかな。OK。両チーム同じタイミングで動いてきます。その差で。さあ、残り15分切ってきた。いやー、通らん。通らんのだよ。来た。来たけど。自分で行く。うおい、マジか。こけたら PK もあったぞ。いやー、なるほど。負けたか。やばい。開いたんだが。ボールが抜ける。このボールをカットします。よし。レイン、大きく前線へ。オッケー。もうこのスピードは止められんですよ。ボールコントロールする。止められたわ。37分経過、後半です。スーパーサブ。オドルスキ。いいパス。危ねえ。オドルスキからのパスは通りませんでした。なかなかいい形が作れないですね。ちょっとミヨンとかからサルビンギリス、すごいですね。早い早い。さあ打てるか。いやなんかもうゴリってもいけるな。やっぱ後半に早い選手だとゴリってもいけそうだね。後半残り3分というところか。マジか。マンチェスターユナイテッド、さああとは時計が進むのを待つだけです。オフサイドか。オフサイドです。ペドロが飛び出していました。このまま終わりたいけど。これもちょっと出てましたよね。相手も焦ってるけど。ダビオ・コエントロ、まだありますね。これを拾ってもう一度進めます。抜けてくる、上げる、これで試合終了でしょ。オッケー、試合終了。まあ、なんとか行けました。1対0、激闘を制したのはマンチェスターユナイテッド。シュート全然打ててねえんだけど、珍しく抑えられまくったね。
ってことで、ただいまの現状、今ディビジョン5で試合数が何試合なの、4試合、ちょっと急がないと間に合わないみたいな感じやね。更新でちょっと急がないと間に合わないかなっていう感じかな。現状こんな感じで、昇格には18ってことで、あと2勝でいけるんですけどね。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。